ぐに追い込みました。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割飛んで、チャンスの場面で見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番掛布、今日は2本のホームランを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。打った、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。高めに浮いたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました。タイガース、頼れる4番の一振りでした。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほど。バッターボックスは5番八木、先ほどの打席でヒットを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。初球空振りです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク、大きく外れました。打ちました、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4打席連続のヒット、ツーアウトランナー二塁。さあマウンドを任されたのは伊藤、今シーズン24試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。抜けたような感じになりました、大きく外れます。内へ、これは決まった、これが3球目。ワンボールツーストライクです。打ちました、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。打席には7番バッター梅野、タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。バッターボックスは8番糸原、前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、バットが触れてますよね、いいスイングしてると思いますね、期待しましょう。さあ外してくるのか、真ん中打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで5連打、ツーアウトランナー二塁一塁。さあ打席には先発の高橋入っています。調子は悪くなさそうですから続投ということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った、これはどうか、ファーストの左抜けました、バックホームする、これで6連打、ツーアウト満塁です。今日はバッティング絶好調、この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。2球目打ちました、大きな打球になった、この当たりはどうか、真ん中を破りました、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。タイガース、左中間へのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。2番バッター松永、先ほどは見事なツーベースでしたよね、はい、ここも思い切っていってほしいですよね、打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてサードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガースが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。今日はバッティング絶好調、この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。次が2球目、2球目打ちました、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、平田が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、この回の先頭バッター新庄、出花をくじく一発、タイガース一振りで先制。6回の裏、さあタイガースこの回は4番から始まります。バッターは掛布、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びます、打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、
これで2打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。これも初球打ち、強打取って一塁アウト。バッターボックスは6番真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここもしっかり捉えた。これは大きい、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今日2本目のツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、ファールボール。バッターボックスの梅野、今シーズンの得点圏打率は6割1。2球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。8番バッター糸原、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずは見送ります。ワンボール。2球目は何で来るか。低めの変化球でカウントを稼ぎます。さあ3球目は何か。真ん中打ちました。これはどうだ、破りました、センター前。これで3連打、ランナー3塁1塁となりました。さあバッターボックスには先発の高橋入ります。調子自体は悪くないんで引き続き打ちました。強打、セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。ドラゴンズ7回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。マルティネスがマウンド上に上がっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。これが2球目、アウトロー外れます。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。打ちました。これは大きい、伸びていく、真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは2番松永、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かった、打ちました、取った、一塁送球アウト、ワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、大きな打球になった、ライトバックバックバックする、入りました、ホームラン、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました、タイガース。さすがクリーンナップという一発でした。バッターボックス掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね、ナイスホームランでしたね。はい、打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで8試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。緩いボール、しっかりと見極めました。低め外れています。150キロ、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、これで3連打、ワンアウトランナー3塁1塁。打ちました、セカンド取った、アウト。際どいタイミングでしたが2塁フォースアウト。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。8回の裏に入りました。7番から始まるタイガースの攻撃、梅野がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。あっと弾いた、ボールを拾って、これはショートのエラーです。先頭バッター出ました、タイガースノーアウトランナー一塁です。
バッターボックスは8番糸原。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。エラーでランナーを出しています。インコース詰まりました。これはセカンドライナー。バッターは今日の先発ピッチャー高橋。ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の石峰。まあこの場面しっかりつなげていくことが大事でしょうね。初球ボール。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、そうですか。引っ張った。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。医療が掴んで2アウト。この打席でシーズン安打記録更新とはなりませんでした。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さあ2球目は何か。変化球タイミング合いません。次が3球目。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。際どいですね。よく選びましたよね。インローのストレート、いい打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。取って3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。タイガース大量リードして、タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね。とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、おかけになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。
照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの17回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発のアチラ。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。さあバッターは真由美。感じです。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファールボール。今の球は仕留めたかったですよね。そのようですね。引っ張った。サード取った。アウト。ワンアウトです。さあバッターは松永。この打席でホームランを放てば今シーズン60本。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。打ちました。ここはフライになっています。キャッチャーが構えます。取って2アウトです。バッターは注目のルーキーオマリー。前回のゲームではホームランを含む4安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。2アウトになっています。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のドラゴンズは3位です。引っ張った。打球はライトへ。この打球はフライになっています。平田が抑えて3アウトチェンジです。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあタイガース、この回は4番から始まります。掛布打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、タイガース1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。振っていきましたが三振。ワンアウトです。バッターは石峰。昨日のゲームでは無安打に終わっています。アチラ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーはアチラ、そしてキャッチャーは打った、高く上がった。これはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は5割4分8厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。ああそうですか。決まった。高め、痛烈な打球、これは入るでしょうね。ぐんぐん伸びていく、突き刺さった。八木、今シーズン第89号の逆転ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。逆転に成功しました。この回のタイガース2対1になりました。見事な一発が飛び出しました。1点リード、試合をひっくり返しました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。まあさすがですよね。ここで逆転に成功、流れを引き寄せました。バッターは注目のルーキー木戸。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、タイガースホームランで逆転しています。赤星さん、一転してリードする形になりました。そうですね。これちょっとすっぽ抜けた感じです。ファウルになります。バッターは一塁蹴って二塁に向かう。
バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー二塁。打ちました。ショート取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。赤星さん、立ち上がりを攻めリードを奪っているわけですが、もう一押ししておきたいところですよね。そうですね、こういう展開の場合は取る。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース3対1。見事な一発が飛び出しました。その差を2点と開いています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。見事ですよね。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。バッターボックス松永、タイガースホームランで追加点を挙げています。さあまず1球目、最初は変化球できました。落ちる球を持ってきました。バッターよく見ました。打ちました。阿部アウト、ワンアウト。バッターボックスオマリー、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは振る。高めのボール打ちました。ライトへ打球伸びる、ライト掴んで2アウト。バッターは4番掛布、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね、ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね、そうですね。2球目打ちました。ワウンドアンドヒットになりました。これで9試合連続安打。2アウトランナー1塁。バッターボックス石峰、先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。こういうクイックがうまいピッチャーっていうのがランナーとしては一番走りにくいんですよね。あ、そうですね。真ん中打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。入れました、ファールボールです。5球目は何で来るか。ここもファールです。打ちました。これでマルチヒット、ツーアウト二塁一塁。見送ってまずはストライクです。打った、大きな打球になった。センターバックする、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、三塁へ。ファーストランナーもホームイン。バッターランナーは二塁到達。追加点が入りました、タイガース。センターオーバーのタイムリーヒット、5対1。タイガース4点リードとなりました。試合に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。ここで突き放しておきたいですよね、まあそして勝負強いバッターに回りましたから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。はい、その期待のかかる木戸、打席に入っています。バッターボックスの木戸、今シーズンの得点圏打率は4割8。打ちました、高く上がった、伸びていく、どうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、6対1になりました。タイガースリードを5点に広げています。バッターボックス糸原、リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。インサイド落ちました。さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。
右中間へのタイムリーヒット。7対1タイガース、なおもチャンス。ここは当然という交代でしょうか、ドラゴンズ。さあ打席には先発の桑田入っています。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。真ん中ですがタイミングが合わなかったでしょうか。ストライクを先行させていきます。追い込み打ちました。この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打打ちました。強打、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。3回終わってタイガース4回裏の攻撃になります。打順は2番松永、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。2球目打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。松永今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー1塁です。いきなり牽制セーフ。これが1球目、ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、ファウルになります。3球目は何で来るか、外れていきます。このカウントはゾーンを広げて狙っていく感じですね。なるほど、打った、ライトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー。バッターの掛布、今シーズン得点圏での打率は6割3分6厘となっています。素晴らしい数字ですね。さすが4番バッターですよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。バット取れない、バッテリーエラー。ボールを拾って、ワンアウトランナー3塁です。今の走塁は良かったですよね。そうですね。平行カウント、危ない球です。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、センターバック、センターバック入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで8試合連続のホームラン。フルカウントからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース 10-2、 主砲の一振り。バッターは5番石峰、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。いやー、赤星さん、打ちました、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース12対2になりました。打順は7番木戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。打席には1番バッター糸原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイス、初球打ち、抜けていきます。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー1塁。これが初球、初球打ち、強打が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。
これから5回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が3番手としてマウンドに上がります。赤星さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。打線がいいのである程度は点が入ると思っています。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには2番松永。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。はい、そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。牽制、ランナー挟まれた。2塁送球、2塁を送ります。2塁タッチはアウト。次が2球目、大きく外れてボールです。これが3球目、いい当たり、伸びていく。この打球は落ちるか、どうだ。積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。さあバッターはオマリー。ここで安打が出ればシーズン最多安打記録に並びます。アウトコース外れます。ボール先行です。打ちました、浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これでシーズン最多安打記録に並びました。2アウトランナー1塁。初球ボール、打った、高く上がった。さあどうだ、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。2アウトランナー3塁2塁。高めのボール、センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。アルモンテが抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏ワンアウト2塁の場面、6番バッター八木、甘く入った球を振り抜きました。タイガース一振りで試合をひっくり返します。6回の裏タイガースの攻撃で、さあマウンドに上がったのは福谷。今シーズン11試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、13対4。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックスには7番木戸。タイガースホームランで得点を挙げています。さあ初球は何か、空振り、ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。打ちました、内野を抜けていきます。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。初球は何で来るか、初球打ち、左中間に落ちました、ホームに送球、これで3連打、ノーアウトランナー3塁1塁。バッターボックスには代打のアリアス。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。一塁牽制、一塁はセーフ、引っ張った、サード取った、ホームに送球、本塁タッチはアウト。一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。打順は1番に帰ります。バッター真由美。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。ええ、バットが触れてます。打ちました、レフトに強い打球、レフト下がっていく、下がっていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、14対4。タイガースなおも3塁2塁のチャンスです。まずは変化球、引っ張った、
ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライト見送った。スリーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは3番オマリー。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。これは行きますね。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を塗り替えました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ドラゴンズピッチャーが変わります。4番、さあマウンドを任されたのは小熊。今シーズン10試合目の登板です。3連投ということになります。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。打席には5番バッター石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました。これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになりました。これで5連打。ワンアウトランナー1塁となりました。さあバッターは八木。ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。牽制セーフ。さあ3球目は何か。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。ここはフライになっています。センターが取りました。2アウトです。7番バッター木戸。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。2アウトになっています。引っ張った高橋、一塁へ。アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。ロドリゲスがマウンドに。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが。打ちました。になった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには代打の新庄。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。ここでタイガースダイソーを送ります。和田、ファウルになります。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応を考えているでしょうね。なるほど、そうですか。アウトコース、これは見送ってボールです。打ちました。取ってワンアウトです。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。引っ張った、取った、一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは2番松永。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランです。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。打順は3番オマリー。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。
ランナー挟まれた。二塁へ。二塁タッチはアウト。しかしこの回タイガース1点を追加しています。8回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはオマリー。先ほどの打席で打った、高く上がった、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。打席には5番バッター掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで5打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。打順は5番石峰。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、バットが触れてますよね。打ちました、取った、一塁送球アウト、ワンアウトです。さあバッターはドリス、そのまま打席に入ります。ベンチとしてはこのまま続投させるということなんでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。2球目打ちました、強打が掴んで2アウト。バッターボックスは7番木戸。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。初球打ち、この当たりはどうか、この打球はどうだ、切れるか、レフト線を深く破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。バッターはダイソーから起用されている和田。まず何を投げてくるか、ファウルになります。2球目は何で来るか、大きく外れてボールになります。打ちました、これはどうか、ショート取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。阪神タイガースリーグ優勝を達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンセリーグを制したのは阪神タイガースです。小宮山さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。そうですね、本当に何をやってもうまくいく、そんな感じでしたね。そうですね、ファンの大きな期待に応えました。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ、甲子園のファンが大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって全選手がまずはスタンドのタイガースファンの元に向かいます。大歓声に包まれています。選手ファンが喜びをかみしめている瞬間です。ご覧のように阪神タイガースが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうタイガース。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。